さあ今回の YouTube スノーボード大学ではですね、テーマはこちらです。スノーボードのアーチっていうお話をしたいと思います。スノーボードの板ってノーズからテールに向けて真っ平らっていうものが結構少なくって、これが上に膨らんでるよとか下に膨らんでるよとかっていうふうに形が真っ平らフラットじゃない状態にして、そうしたことによってそのメリットをどう楽しむかっていうものなので、種類がいっぱいあるんですね。でその中でも代表的な部分を今回は解説したいなと思います。スノーボードのアーチです。アーチ、平らなところにスノーボードの板をトンって置いた時に、真ん中がちょっと膨らんでるような形状、膨らみがちょっとある、なのでノーズ側とテール側は接してるけども真ん中ちょっと浮いてるなっていう状態のものをキャンバーって言います。で基本的にはこれがスタンダードです。でこのキャンバーっていうものをちょっと下にイラスト、まあそれぞれ今回紹介するのがキャンバーとロッカーとダブルキャンバーとダブルロッカーっていうこの4つを紹介しようと思うんですけども、まだまだいろいろあるっていうふうに思ってください。でこのまだまだいろいろあるっていうのはメーカーが独自にうちのこのモデルはこういう言い方するんだっていうふうに、この名前自体をブランドごとにちょっとリニューアルして展開しているっていうのもあるので、結構言葉としてはまだまだたくさんあります。ですけれども今回紹介するこの要素、じゃあキャンバーだとどうなるか、ロッカーだとどうなるか、それらを混ぜるとどうなっていくのか、ダブルキャンバー2個あるとね、ダブルロッカーみたいな感じでお話していこうと思いますので、このキャンバーアーチ形状の要素を今回はつかんでください。そしてそれをどういうふうに実際のライディングだったりとかスノーボードに生かすかっていうところまでつないでいけたらいいなと思います。さあこのキャンバー、真ん中が膨らんでいるもので両足が設置していて、まあ腰に向けて足がつながってるよ、で足がついてるよ、でその下はねっていう全部共通したイラストです。キャンバーなので膨らみがある、膨らみの部分に足が乗っかってる状態になります。じゃあ膨らみの最後落ちたところどこっていうと、それがノーズとテール、要は先端側に設置してあるのがキャンバーです。なので真ん中は膨らんでいる、で膨らんでいるこの山なりになっている山の途中に両方の足が乗っかっているので、これこのままギュッて体重がかかることを考えると、まず一番テンション、重さがかかっていくのがここの先端と先端に重さがグッてかかっていって、真ん中のアーチ形状が潰れて初めて、まあ、真っ平らなところだったら真っ平らになるよっていう状態かなと。そうすると自分の体重を真下にただ伝えるだけじゃなくて、下をキャンバーにしといたから自分の体重をこの両足よりも外側に向かって重さをかけられるようになってる足場がキャンバーなんですね。そうすると両足の間よりも広い面積に自分の体重が分散して乗るようになるので、これバランスが広いっていうふうにごくごく単純に言えるんじゃないかなと思います。でバランスが広いよっていうことは安定感があるよねっていうのがこのキャンバーっていう構造です。これがスノーボードのごくごくスタンダードだと思ってください。スノーボードの板を作り始めた時に、まあ多分この辺をまず一番初めは考えずに平らな状態から作ったんじゃないかなって思うんですよね。で平らな状態を作ってみて、いやもっとこれをどうしたらスピード出せるかなとか、どうしたらもっと高く飛べるかなとかっていうふうにいろいろ考えた結果、このキャンバー形状っていうので自分の足元よりも広い面積、遠い部分に自分の重さをかけることによってノーズ側、テール側のしなりも作りやすくなる、オーリーノーリーもしやすくなるねっていうのでキャンバーがスタンダード。これと正反対の考え方してるのがロッカーなんですね。見てわかるようにギューンっていうふうにこっち側に反らせてるっていう状態になります。そうするともちろん両足乗せて両足の間には体重はかかります、かかるんですけれども、ここの足の下が赤い線のように真っ平らじゃなくてロッカーしてるので、
足がかかった時にロッカーしてる一番低いところにまずギュッていうふうに重さが集中するっていうのがこのロッカー構造かなって思うんですよね。でその後このロッカーしててしなっていたものが両足が乗ることによってまっ平らになるよ。この平らになる時の重さがかかるのは一番、まあこれで簡単に言ったら真ん中に重さが一回かかっていくよっていうのがこのロッカー形状って言えるかなと思うんです。ってことはバランスの幅はちょっと狭くなっていくねっていう感じで、これをメリットとして考えると両足ついてるにもかかわらずこの両足の真ん中辺に自分の重さをギュッて寄せることができるから、これコマのように回すっていうことに関してはものすごくメリットがあって長けてる構造なんです。そうするとグランドトリックするときにスピントリックするんだって考えたらもう圧倒的にキャンバーよりもロッカーのはやりやすいね、そうだねっていうふうになる構造でございます。ボードを動かす操作性っていうものが高いのがロッカー構造になります。でこの2つを紹介して一言で言うと、まあ、キャンバーの方が頼れるよ、ロッカーは自分で動かすものだよっていう風に乗り物として頼る、この乗り物に頼って俺はスノーボードするんだったら頼れるキャンバーがいいし、このスノーボードを使って道具のように振り回して使って遊ぶんだっていうんだったら動かしやすいロッカー構造も面白いんじゃないかなという感じです。大きく区分けするとスピード出すカーリングとかはキャンバーの方が安定感があってボードをぐるぐる動かしたりスイングしたりするグランドトリックなんかはロッカーの方がやりやすい要素もあるよっていう感じで、ここで注意したいのはこれグランドトリックっていう中にスピントリックもあればノーズテールをしならせるオーリーとかノーリーももちろん含まれるじゃないですか。でこういったものが一緒にこうコンボされていろんなトリックっていうものが出来上がっていくなって考えると、これ先端オーリーノーリーのノーズテールのしなりを作る、そこから反発をもらうってことを考えるとしなりを作るだけだったら鼻からしなってるロッカーの方がしなってるっていうか、まあしなってる状態にもなってるしねって言える。だからプレスしてる乗りみたいなこういうポジションを維持することを考えたらロッカーはいいんだけど、そこから跳ねるっていう返りがないんですよね。返りを作るためにキャンバーにしたので、と同じグランドトリックにスピンとオーリーノーリーがトリックだねって言われてもスピンはロッカー足がやりやすいけれどもオーリーノーリーは弾くから弾く系はキャンバーの方がやりやすいじゃんっていう風にまた違いが出てくる。なのでグラトリやるんだったらロッカーがいいよっていう風にギュッとは思わないでください。そういう要素があるよっていうだけですね。で今度こっち側がちょっと複雑になります。ダブルキャンバーとダブルロッカーっていうものをまたちょっとイラストともに紹介してみたいなと思うんですけれども、ダブルキャンバーっていうのはキャンバーが2個あるよっていう感じなので、こっちのダブルはどちらかというとカタカナで書いた方がいいかもしれない、ちょっとこう都合上書いちゃいましたけども、それぞれ両足があるので両足の足の下にこういうアーチを1個ずつ設けておくね。そうすると両足の足の両サイド側がちょっと幅広く安定感のある前足荷重後ろ足荷重っていう風にバランスを分けて考えることがこのアーチ形状が2個あることによってできるよっていうのがこのダブルキャンバーでございます。前足をグッと押さえてあげると前足の足の幅よりも広い面積で押さえ込めるよ、そういうようなメリットがあるんですね。これじゃあ例えばギューンってターンしてて前足グッて押さえるとすごく安定感グリップがある。でもフルキャンバーみたいにどこが踏んだら一緒に全部動くっていう感じじゃなくて前足は前足後ろ足は後ろ足っていうふうに独立してキャンバー用意してあるので別々の動かし方を楽しんでみませんかっていうような感じかなと思うんです。そうするとその乗る位置が分けられることによってバランスが分かれて乗せられるんだよっていうふうに一つ言えると思います。そしてこれは安定感と操作性どうって考えると足元の安定感はありそうだなって思うんです。ありそうだなと丸つけてみました。じゃあ操作性はっていうと
キャンバーと違って2個に分かれてるから別々の動かし方ができそうだから、これ操作もしやすそうじゃんっていうふうに言えるので、安定感と操作性に両方とも丸を1個ずつつけてみました。こっちは20丸20丸っていう感じですけどもね。なのでダブルキャンバーは独立した足元のグリップとかっていうものが非常に取りやすいです。だから足だけグンって使うようなしなり反発、足元だけで瞬間的にやるオーリーとかノーリーはダブルキャンバーのこの足元の独立したキャンバーっていうものがものすごく効果的かなと思います。でこのダブルロッカーっていうのに次入っていこうと思うんですけども、このダブルロッカーのダブルはこの W を使いたい。これなんでかっていうと、ダブルロッカーの W っていうのがこれ横から見ると W みたいな形に見えるっすねっていう感じなんですよね。なのでダブルロッカーっていう風にこういう風に整理すると分かりやすいと思います。そうすると足元はキャンバーしてるんですね。なんでキャンバーの内側はキャンバーだからものすごく安定感があるけど、板全部がキャンバーしてないで足元だけキャンバーさせておいたから、ノーズ側とテール側はロッカーにしてるんだ、だから引っかかりづらくなってるんだよっていうのがこのダブルロッカーのメリットなんですね。キャンバーに比べるとバランスは狭くなります。ですけれどもロッカーに比べると、ロッカーもコマのような感じなのに比べると足元キャンバーなので、狭いバランスの中でも安定感っていうのはしっかりとあります。で足元キャンバーで両足間の安定感はあるけれども、ノーズテール側に向かってギュッていうふうにロッカー構造が入っているので、動かす時の操作性もしやすいなっていう感じなんですね。そうするとこれに関しては普段キャンバーボードに乗ってるよっていう人であれば、そのキャンバーボードのキャンバーの点がどん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 狭くなる、これが両足の間に来る、だから両足間は安定しているんだっていうのは残る感じなので、普通のキャンバーボードしか乗ったことない人がロッカーボードに乗ると、おっとっとっと、なんだこれすげえ不安定だねってなりがちなんですけども、普通のキャンバーボードの人がダブルロッカーに乗ると足元キャンバーは残ってるので、そんなに違和感なく乗っていける安定感がしっかりありながらも、ちょっとトリッキーな動きしようって思った時にノーズ側テール側があらかじめもうしなっててくれるので、すごく引っかかりなくスピンとかがしやすくなっていく。そして今ノーズ側とテール側があらかじめしなってるっていうお話しましたけども、これがターンをする時にエッジングのために板立てるよってなると、板立てた瞬間に、例えばこっちノーズだとしたら、ここのノーズの先っぽから足元まではもうこっち側に、要はターン方向にしなってくれてる構造なので、立てただけで曲がりたいっていう風にボードが勝手に向き変えてくれるんです。そうすると足元の安定感に頼りながらちょっとでも板立てれば板が曲がってってくれるじゃんっていう感じなので、ものすごい安定感のあるオートマチック性が見出せるのがこのダブルロッカーっていう構造なんですね。なので同じダブルキャンバーダブルロッカーっていうふうにこれ並列で書いてみましたけれども、乗った時の乗りやすさ、癖のなさっていうのはもう圧倒的にダブルロッカーです。ダブルキャンバーっていうのはものすごく個性を強く感じる乗り物だと思ってみてください。なのでダブルロッカーっていうものは非常に乗りやすくって、安定感もキャンバーに比べるとないけど、ロッカーに比べるとはるかにあるから、安定感もそれなりにしっかりあるよ。そして操作する時の操作っていう、例えばトリックに必要なスピンっていうことをしようと思ったら、もうノーズとテールは浮いてるから引っかかんないからすごく動かしやすいよ。でこの操作っていうものがトリックじゃなくてターンしてみようって思った時の操作でも、板をちょっとでも立ててあげればもうノーズはこっち側にしなっててくれるから、ちょっとでも立ててあげればこっち側にしなっててくれる、ちょっとでもこっちに立ててあげればもうこっち側にしなっててくれるものに、あとはついていけばシュッっていう風に曲がりやすくなっていく。そうすると非常に、なんだろうな、角付け板立ててあげるとオートマチックに曲がってってくれる感じすらするのがこのダブルロッカーっていうものです。
なんでかっていうと、ノーズとテールがもうしなってるよっていう状態になってるから。なのでとっても乗りやすいっていう面白さがあるのがこのダブルロッカーっていうシリーズでございます。で、ここから派生してノーズロッカーっていうものもあるんですけども、これノーズロッカーっていうものになると、このテール側は今度ロッカーさせないで、テール側は少しキャンバーが伸びて、ちょっとキャンバーが、テールが押さえが効く乗り物っていうふうに思ってみてください。ノーズロッカーの場合のダブルロッカーとノーズ側は基本的には同じ考え方なので、テール側がキャンバーしてるのがノーズロッカーっていうふうに思っていただいて大丈夫かなと思います。ノーズロッカーのボードでもターンするときにはノーズからなので、ノーズロッカーっていうものを角付けしてあげるとギュンっていうふうに曲がりやすくなるっていうメリットはそこにもあります。じゃあなんで全部ダブルロッカーにしないの？話聞いてたら、このダブルロッカーが一番オートマチック性があって、なんかハイブリッド感があってトリックも曲がるのもしやすいんでしょうってなりやすいんですけれども、これはあくまでもボードのシナリオをあらかじめ作っておきましたなので曲がりやすいですっていう感じなんです。じゃあこれもっとシャドウがあるところ、もっと急な、もっとスピードをつけていってターンに入ることを考えたら、本来だったらしなりっていうものを自分で、ノーズのしなりっていうのを自分で作っていきながらターンができたらいいな、そのスピードに合わせてしなりもコントロールできたらいいなっていうところが、もうあらかじましなってるよっていうところに自分の重さがさらにかかってしまうと、しなりすぎてしまうっていう大きな要因が出てきてしまうんですね。その反面、これキャンバーにしておくと、キャンバー側に落ちているものを角付けしてスピードがあるから反対側にしなることによってカーブを描いていって、キャンバーとは反対側にしなってるものがあるから、これが戻ろうとする力でスピードにそれが変換されて、それが切り替えのスムーズさにつながってっていう風になっていく。ノーズのしなりを自分でギャンって一気にもしならせられるし、滑らかに徐々にグラデーションっぽくもしならせられるし、もっともっと言ったら俺はこんなしならせ方ができるよっていう風に、ターンにおいてのノーズのしなり、これテールのしなりって言ってもいいですけども、板のしなり方、ノーズテールのしなり方を自分で調節するっていうものを、シャドウとかスピード、それなりの外力っていうものを利用しながらね、だって滑ってるんだからそのスピードも利用しようよって言うんだったら、もうキャンバーがいいなっていう感じ。もうそこまでスピードが速くなってくると、ごめんちょっとノーズロッカーさせておくと頼りがいがそんなにハイスピードまでは想定してなかったんだよね、そんなにスピード出すんだったらこれ1個丸だと心もとないから、2個丸ついてるやっぱりキャンバーボードっていうのでしっかりと広い面積で持ってあげた方が、そこからのボードのしなりっていうもののコントロール性が面白くなるよっていうことで整理できるんじゃないかなと思います。今回はこのキャンバー形状っていうものにおいて、キャンバーとロッカー、そしてダブルキャンバーとダブルロッカーってこの4種類をちょっと解説をさせていただきました。で、それとともにこのトリックをするな、ターンをするんだったら、じゃあどの構造が面白いかってなった時に、ターンって板がしなっていくとより深く曲がれそうな気がするので、じゃあダブルロッカーみたいにもうしなってるもの乗ってあげるといいじゃんっていうのはもう大正解なんですけれども、それはある程度のシャドウとある程度のスピード域で楽しめる範囲内の話ですよっていう感じです。なのでこれね、僕よくこうお店でお話しする時なんかだと、これをダブルロッカーはものすごく乗りやすくって操作もしやすいから、バイクで言ったらこれスクーターですよっていう感じにしてます。で、スクーターってすごい簡単じゃないですかね。で、すごい簡単なのでスピード出したりとか止まったりとか自由自在できるので、簡単にボード操作を覚えるんだったら、もうこのダブルロッカーっていう構造自体はものすごくいいんじゃないかなと思っております。今は僕 BC ストリームになくなっちゃったんですけど、 LSD っていうモデルがあって、 LSD のこのダブルロッカーシリーズっていうのは僕大好きで、当時はずっと持ってたんですね。でもやっぱりロッカー、ダブルロッカーだとスピード出すときにちょっと心もとないなっていう感じはあったんです。こっちがスクーターだとすると、こっちはノーズとかテールのしなりを自分でしならせて、そこをさらにターンに生かしたりとかスピードに生かしたりするので、こっちはなんか少なからずギアがついてる感じがするんです。クラッチとギアがあるバイク、まあもういいです、ハーレー乗りましょうっていう感じ。こっちは排気量は別として
スクーター乗ってあげるみたいな感じで考えてあげると、このキャンバーとダブルロッカーと自分がどういうふうにスノーボードを楽しみたいか、とにかく簡単に早くもうくる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 遊ぶんだよ、今流行りのラントリーやりたいんだっていうんだったら、もうダブルロッカーがもう僕もおすすめです。僕もストリートスタイルっていうムービーやつほらずっとダブルロッカーの LSD に乗ってたんで、ちょっとでもスピード出して足元のバタつきが気になるんだよな、スピード出してカービングしたいけれどもなっていう人が、もしこのロッカー級の板に乗ってるんだったら一度キャンバーに乗ってみてください。同じ長さ、同じような硬さでも構造が違うだけで全然バランスの幅が広がるので、安定感が増えていってボードに頼れるようになっていく、すなわちスピードを出そうっていう気にもなるんじゃないかなと思います。今回はスノーボードのアーチっていうところで4種類紹介しましたけれども、僕は基本的にはキャンバーボードが大好きで、今はずっともうキャンバーボードに乗ってるので、キャンバーが好きなんだな浮き輪っていうようなお話になったんじゃないかなと思います。そしてダブルロッカーも僕は好きなんですよ、僕も乗ってたのでね。で今年の、うちの BC のダブルロッカーでいうとブラフっていう新しい新モデルが出てるので、その辺またチェックしていただけたら面白いなと思うんですけれども、そういったダブルロッカーは乗りやすいっていう意味では僕大好きです。こういった部分でよかったら皆さんもいろいろなスノーボードのアーチ形状をチェックして自分のやりたいスタイルとかテクニックに生かしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。さあ皆さん、いよいよこのシーズンオフもですね、座学シーズンスタートという形でオンライン座学がスタートします。内容こういった感じで今年はやりますので、そしてですね、ずっとこの座学っていうのをやってきたんですけれども、座学、去年のオンライン座学で皆さんに解説したことを意識しながら、それをどうやったらもう少しステップアップできるかなと思って今シーズンは滑ってたんですね。で今シーズン本当に僕滑りやすくなったんですよ、急斜面とボコボコが。でこれがバランスがすごく取りやすくなったなっていうところにつながっていくので、今年はぜひともですね、このオンライン座学の方でバランスっていうものをみんなで考えていきながら、もちろん僕がレクチャーさせていただきながら進めたいと思っております。スピード、急斜面、ボコボコが苦手な方、バランスが格段に良くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。